僕に何が伝えられるだろうどうやったら人の役に立てるだろうそんなことをずっと考えてきました。特別学歴が高いわけでもなければ、特別にスポーツがうまいわけでもない。そんな僕がどうやったら人の役に立てるだろうかそんなことをずっと考えてきました。ですが、たった一つだけ、 ある事実がありました。それは、ずっと競馬を見てきたということです。僕は、競馬を見ているときに、毎週、あの小学生時代の遠足に行く日のような、あのワクワク感を感じていました。なので、それを伝えたく、馬券術の発信をしています。今回は、京都競馬開幕集というテーマでお話をしていきます。これを理解していないと、あなたは、 周りで馬券が当たって、よっしゃーっと、ガッツポーズやハイタッチをして、また SNS に書き込みをして、喜んでいる者がいる中で、あなただけが馬券を外し、あなたは唇を噛んで悔しい思いで、あのレース後のゴールシーンを見ることになってしまいます。しかし、これを理解していれば、あなたは京都競馬の開幕者において、自分だけの馬券術を、 手に入れ、罰金を当てることができます。そうなることで、あなたは週末から、あの、大切な人を、叙々苑の焼き肉だっておごることができるんです。高級料理を、あの、1万円の頭文字1の数字を見て高いと思うことがなくなります。そうなることで、あなたは、えー、大切な人から、ありがとうと、目を真っ赤にして、感謝されること間違いありません。 では知っておくべき、京都競馬開幕集の大事なこととは何なのかそれは、真ん中より内というキーワードを抑えることです。真ん中より内。それはどういうことか京都競馬の開幕集で特に狙いなのは、京都競馬の芝コース、芝の生え揃った内回りで行われるレースです。内回りです。特に芝コースの内回り1200メートルでは、 一枠から四枠の、つまり、全部の出走する馬の、えー、半分より、内側ですね。内側半分の馬たちが、コースロスなく芝コースの良い,いところを走れるため、芝コースの特に良好な状態のところを走れるため、有利となります。なので、京都競馬開幕集では、芝コースの内回りコースで、一枠から二枠、三枠、四枠という馬、ここに入った馬を狙えるようにしてください。 あなたは今のまま負け続けるのはやると思います。えー、そのため、えー、この動画を見てくれたと思います。なので、今すぐ、えー、京都競馬は内側より半分という手、えー、ということを抑えましょう。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。失礼します。えー、この動画を最後まで見てくださってありがとうございます。 えー、今回、馬券術の発信をしていますが、えー、この馬券術の全貌は僕はここではお話をしていません。なぜかというと、ここで全貌をお話しするとあなたが聞くのが大変だと思ったからです。なくなってしまうので。で、僕の予想率の全貌というのは、えー、この動画説明欄に見えますブログリンクにて明かしています、えー。ここには僕独自の馬券術無料電子書籍もありますので、ぜひ受け取ってください。動画を見て意欲が高まっている今は受け取ってください。 え、もうすでに受け取ってくださった方からは、えー、正直無料で、まあ怪しいとも思ったし、大したことないだろうっていう思ったけど、受け取って本当に良かった。えー、むしろ疑ってごめんなさいと言ったなんか謝罪のメール起きてます。めっちゃ謝りそうなんもないんですけど。えー、この動画をえ見てね、他に受け取る方がいる中であなたが受け取らないというのは、あなただけが今のまま何も変わらずに知識を得ずに、馬券の収拾変わらず負け組のまま、いるという選択を取るということなので、 そうならないよう、あなただけは取り残されないようにしてください。せっかく動画を見て行動力のあるあなたなんで。それでは、えー、下記の、えー、ブログリンクをクリックしていただいて、えー、お願いします。それでは、えー、最後まで聞いてくださりありがとうございました。失礼します。